時刻は午後4時を回りましたこんにちはジャーナリストの長谷川幸寛ですこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩二です毎日代わりでコメンテーターがニュースを語るザ・ボイスそこまで言うか今週からは月曜日のコメンテーターは長谷川幸寛さんです改めてよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ,あ新年度に入って でまあ、あ新年度に入ったのが4月1日金曜日でしたので実質、えー、今日からという感じで各う新聞の一面も、はい、これからどうなる新年度ということでやってるんですが、えー、そんな中、東京新聞ですが、はいえー、一面で、えー、黒田官は今日3年、えー、資産最高格差拡大ということで。 えー、単身20代の6割預金ゼロだとか、富裕層には、OK だとかまあ、確かにね、街でこういろんなとこ行ってみても <laughs>、はい、格差は拡大してるかなっていう感じは確かにありますね、う<あの> <laughs> 例えば、まあ、あのこ,うこういうシーズンで春になってきましたから、あのゴルフ場なんか行ってもね、はい、やっぱり年配の方、多いですよ、若い人が少ない。はい それから、まあ、あのデパートとかレストランとか、はい、そういうところでもやっぱり年配の方すごく多いですねもともと高齢化してるっていうこともあると思いますけれども。うんはい あのまあ、ですから記事によると、えー、単身世帯で金融資産を持たない世帯の割合が47.6%、はい、それからまあ2人以上世帯でもーずっと30.9%これずっと要するに2007年頃からのグラフが出てましたけど右肩上がりに、はい、資産を持たない世帯の割合が増えているということですから、えー、まあ確かにこういうところにも 格差拡大しているのかなというそれは見,えて,見て取れれますねそと絡めてその黒田さんの金融緩和というものがあまりよくなかったんじゃないかという、はい、あ論調が目立つわけですがこのところ景気があのちょっと不透明感増してますから、はい、あのアベノミクス失敗じゃないかと、まあ、あの民進党なんかもそれで追及しようということでしょうけれどだからといってじゃあアベノミクスをやらなかったらあ私はもっとひどいことになっている。 と思うので、まあ、それはちょっと言い過ぎじゃないかっていう気はしますね。ただ、あの、黒田さんの緩和について言えば、ま、はい、あ,あ、二千十三年に。 黒田総裁が誕生して、当初の言い方は2年間で必ず消費者物価上昇率2%を達成するということで、もうその2年の2015年はまあ過ぎてしまいましたし、2月の,あのマイナス金利導入したときに、じゃあ一体いつその目標が達成できるのかということは言うと、実は今年じゃあ来年の後半ですから、来年度の後半、つまり9月ですね。 17年,の月17年の9月までに達成すると言ってますけどですから、確かに当初の予定よりもお1年半ぐ、はい、らい、えー、後ずれしていることはまあ確か。うん、でも、うん じゃあ緩和の効果は全くなかったのかっていうとそれはちょっと言い過ぎでまああの原油安がありましたしそれから加えて円高ですから原油を輸入している日本としてみるともともとの原油の値段が安い上に円高でさらに安く買えてますからまあその部分の。 お物価上昇率への寄与っていうのがむしろこう下げる方向にいってますよね、うん、だから生鮮食品とか、はい、あエネルギー、えー、原油なんかを除いた物価で見ると1.2%、うん、くらい、まあ、これコアコア物価上昇率って言ってますけれど1.2%、はい、くらいということですから、うん、まああのー、成果は 十分でないけれど上がっているのは確かっていうとあたりがまあ評価するところでしょうかねう、まあ、その景気鈍っている、まあ、足を引っ張った一つに14年4月の消費増税というのがあった、はい、これがやっぱりなんと言っても大きかったと思います。うん、やっぱり3でしたたけど上げた幅は、はいうん あでもまあ奥様、家計を預かる奥様から見るとやっぱり3%大きいよねっていうこと最初の頃は3%なんて大の対こないんじゃないかっていう見方もまあ相当あったんですけどでもやっぱり、あのー、それが半年たち1年たちってやってみると、はい、じわ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 とやっぱり3%は大きいわと、えー、まあこのことがいまだに尾を引いていると言わざるを得ないと思いますね。 あのー、結構、官邸の内部を書く記事なんかを見てると、はいはい、それを総理も相当トラウマと感じていて、<う>だから17年4月の増税っていうのは、なかなか決断はしないし、先送りが相当、最近、濃厚だっていうようなね、の、うん、今日の、えっと、読売新聞の一面トップだったかあ、一面トップじゃないな、真ん中ぐらいに書いてある、ええ、読売新聞が世論調査して。はい え増税やるべきじゃないっていうのが、確か 65%,、うんはい、65だったと思いますね、うん、まあこのあたりに家計の、あるいは消費者の感じっていうのがやっぱりよく出てるなと、つまりやっぱりこれ以上10、10%は望んでないっていうことでしょう、うん、でも結論から言えば、私は10%、も総理は決断してると思います、延期の方向で。5うん、月の伊勢島サミット を控えてっていうことですけれどこの間の核安保サミットなんかでオバマ大統領と会ったり、えー、あるいはさらにその前にクルグマンやスティグリッツ教授たちと話し合っていて、うんえー、議論の体制はあ金融緩和だけでは足りないと、はい、で財政の刺激、手こ入れが必要だと、うん、つまり歳出拡大。はい の議論がでまとめていくっていう、まあ、そういう流れに今なっているわけですから、うん、まあそういう中で増税できるか、これはできないでしょう。ですからもう昨日あの、おととい、きのあたりの報道を見てても総理の言い方が若干変わってきて、はいえー、もし増税延期するならば 法改正が必要であるというようなことをアメリカの記者懇談でお話になっている、あるいは専門家の意見を聞いてというようなことをおっしゃってると、はいる、うんまあそ,まあ、そういう発言の変化を捉えてみれば、まあ、これは延期を完全に視野に入れているのは間違いないし、<ー>まあ私はまあ延期はもうこれは確実でしょうとそうなってくると、次の焦点は財政出動どれだけや 景気を支えていくと、はいはい、まあプラスだから財政出動っていう方向もあるだろうしう私はあの減税の可能性だってゼロとは言えないなと。 それは税目は消費税ですか。消費税で、それは本田越朗さん、長岡さんよ。が七パーセントって、もう一パーセント。もう一か月ぐらい前だったかな、ロイター通信のインタビューで答えて本田先生おっしゃってますし。それは正しいことなんですよね。財政で手こいするのと、消費税を一パーセント減税するのと、まあどっちがいいかと。 言えば私もう消費減減税の方が幅広くその恩恵が均等されるので、はい、そっちの方が効果があるんじゃないかと思うんですよね。ただな七パーでいいかどうか別で私は五パーでもいいと思うと思います。もうそのぐらい戻しちゃって、もう一挙に戻しても一挙に戻しても。 そこであの気になるのが、はい、あ長谷川さん確かこの番組で前におっしゃったと思うんですが、はい、あの財政出動をするときに減税か、はい、あるいは、はい、あ何かこう公共投資かというときに、はい、財務省は公共投資の方を選ぶと、はいはい、減税じゃ何の利権もないと。これそういうい それは、ね、単純明快な理由で、ええ、財布のの大きさの問題なんですよ、はい、財布がどっちが大きいか減税だったら財布が小さくなるわけですよ。ええ、財布が小さくなるってことはあの国民から見たらば政府に納める税金が少なくな,なるわけだから国民は実は財布が、はい、より温かくなるので大きくなるので嬉しいんだけど、うんええ、財務省から見たら配る。 配ってなんぼだと、はい、自分たちが配ることによって、国会議員にも睨みを効かせることができるっていう話ですから、うん、財布は大きい方が嬉しいっていうね。はい、まあ非常に単純明快な話ですね。<ー>で、財務省はあの減税はとにかく絶対嫌だ。財布は小さくしたくない。えー、どうしてもしょうがないなら、借金国債を積み上げて、うん、配った方が自分たちの。うん あの歳出権は守られるというふうにまあ思っていると<ー>いうことですよね。そうすると減税となると、また一バトルあるという感じですか、はい、あるけれども、今の景気の現状って、僕、相当厳しいと思うんですよね。えー、まあリーマン・ショックってかどうかっていうことがまあ総理お考えですけど、これはね、スティグリッツ教授がおっしゃった通りで、世界経済も大低迷、えー、大低迷ってことはもうすごい悪いってことですよね。はい、でしかもそれが目先例えば半年1年2年 でよくなるのかって言ったらもう全然そんなことなくてこれはもう中国政府自身がもう言ってますけれど、はい、まあここ数年はもうだめだと、えー、認めているわけですからこれは相当、まあ、どんなに早くても3年ぐらいのおータームで悪いわけでしょうだからそうなったらあのこれはあ単なる補正で例えば5兆10兆積むっていうようなことよりか、はい、一挙に。 減税、うん、え思い切ってされたぐらいでちょうどあのマイナス圧力世界経済の下押し圧力を総裁するぐらいになるんじゃないかなと、うん、まあそれがまだあ,、えっと、あと1か月ちょっとありますから。はい、サミットまで 今、そこらへんの議論をだんだん織り込んでくるんじゃないんですかね、これからうだってもう減税しない,いやじゃない、増税しないこと自体はもうほとんど織り込んできたでしょう,うんこれだけ報道もされて、うん、そうそう、あの世間の常識でもね、あと次の議論になっていくとそういうことだと思います。はいはい えー、今日午前までよろしくお願いいたしますさあ,あでは株とカーの動きをお伝えしておきましょう東京株式市場日経平均株価き先週の金曜日と比べて40円ほど安い16123円27銭と5営業日続落となっております為替は1通り111円30銭付近と円高の流れでしょうか えー、この後のメニューざっとご紹介しておきましょうニュースピックアップ7の前半戦4つのニュースまずは3月の企業物価見通しが発表されておりますそれからあ外国人観光客増加このホテル不足の対策国交省がは、えー、検討をしております、えー、それから野球賭博問題、えー、そして、えー、厚生労働省が過剰なリハビリを削減しようということを出してきております前半戦4つのニュースです、えー、後半戦ですが、 ヨーロッパあ難民の問題それからインドネシアで新たな港を整備するのに円借款を出すというニュース最後はタックスヘイブンの内部資料流出と7つのニュースを取り上げてまいりますご意見お待ちしておりますメールはボイスアットマーク 1242.com ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です